働く人の悩みを直接聞いてその解決や支援を目指す全国一斉労働トラブル110番が今年も開設されました。労働トラブル110番です。この相談窓口は全国の若手司法書士が賃金の未払いやサービス残業、それに解雇問題などのトラブルに対して法律的なアドバイスや雇用主らとの交渉などの支援をするもので、全国13カ所で行われました。新宿区の会場では午後5時の終了までにおよそ160件の相談が寄せられ、長時間労働の向上化やサービス残業の強制による賃金の未払いが目立ったということです。今後は祝祭日を除く月曜日から金曜日の午後2時から6時まで03-3359-3639番で相談に応じるということです。